さっきより複雑だな。またピース、あ、でもピース全部揃ってそうな気も。いや、揃ってんのか。で、左のあそこに流すんだよね。ちょっと考えてみよっか。だから、こう、まずこうするじゃん。まずこうして、で、なるほど。こうか。違うな。ってことは、これ、違う？ピース足りてない？ピース足りてない臭いか？他にあるのかな？行ける場所。なんか壊せる壁が、あるある、あっちにあるわ。よし、よかった。ピース足りてないよね。なんかできないなと思ったわ。じゃ、こっちか。で、またカニが持ってんのかな？すぐ盗むな、あのカニ。で、これでカニが犯人じゃなかったら、ちょっと悪いなって気持ちになるけど。え？なんかでもさっきとは雰囲気違うな、また。なんか下降りれそうっちゃ降りれそうだけど。え、スカスカ穴しかなくね？降りていいのかな？あ、降りて良さそう。うおー！あ、プクプクが持ってる。これで持ってたりするのかな？あ、持ってなさそう。ただプクプクがいるだけだな、きっと。じゃあ、こっち、行けそうだから行ってみよう。あ、なんか、野生のパネルが落ちてる。そんなあっさり手に入って、うわー！あ、久しぶりウェブバトル。あ、なんか持ってる。おいおい。え？水神様の魔法陣じゃないの？ちょっと、魔法陣はあなたたちが使うものじゃないですわって使えんの？マリオさん取り返して私たちが使っちゃいましょう。使えなくね？だってまだ水神様、まだ使えない気がするんだけど。こうで、こうか。え、どうなるんだろう。先に持ってるやつ倒してみるか。え、これで、使えるようになる。あ、使えそうだけど、まだ、習得してないから使えないって感じなのかな、もしかしたら。とりあえず倒すか。あ、使えそう使えそう。魔法陣発動。え、あ、土神、あ、そうか、これ水神様じゃの魔法陣じゃないもんね。そっかそっかそっか。あ、すげえ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 。おお、オリビアちゃん。キノピオの中にファンがいる。お、すげえ。え、強っ。何それ。え、ラストウェーブ。あ、しまったな。さっき決めてるやな。このラストウェーブ気持ちよく決まってたんだろうな。なんでアクションコマンドミスったんだろう、普通に。もったいねえわ。じゃ、揃えるか。なるほどね。バトル中に、神の力を使うこともあるんだね。溝のあるパネルに、大量のカニさんから取り戻したパネル。なんか、神っぺらもすげえいっぱい落ちてきてる。キノコすげえ余るな。まあ、いいことなんだろうけど、まあ、本当にピンチな時に使おう。じゃ、こっちから戻んのかな？あ、ドアがありそう。え、なんか普通の、何その、カフェみたいな。え？あ、いらっしゃい。え、普通にカフェじゃん。何やってんの、君ら。すごいとこにカフェ作ったね。絶対売れないでしょって言いたいけど、事実ちょっと売れちゃってるのかな。あ、黙ってる。うわ、大人な雰囲気。ザ・コーヒー。うわ、いい、品名。ザ・コーヒー。商品名がいいな。え？それにしても、マリオさん、よくここがわかりましたね。ありがとう。ここは、僕たち、クッパ軍団の憩いの場。会員制のカフェなんです。会員制のカフェなのに来ちゃって大丈夫だった？っていうか、すごいとこに会員制のカフェ作ったな。でも、マリオさんならいつでも大歓迎ですよ。いや、だから、クッパ軍団なのにさ、なんでそんなマリオに優しくしてくれんだろう。なあ、マリオ、クッパ軍団で一番強いのはクリボーだと思わない？ごめん、一番弱いと思ってる。だってさ、一番最初に戦うのは大概俺たちだろ？うん。クッパ様に一番信用されてる証拠だよな。いつも全力でやってるよ。あ、クリボーっていつもそういう気持ちで戦ってたんだな、最初に。いやいや、僕たちだっていろいろ大活躍だよ。ヘイホー、セイホーが腕組んでる。足も組んでるっぽい。
クッパ様を助けに、ピーチ城へクラウンを飛ばしたのも、僕の指令の兵法でした。あいつ、君の指令の兵法だったんだ。いやもう、MVP だったよ、あの兵法。折り紙の悪い奴が、ピーチ城で化けたのも、兵法だったって噂だよ。あ、そこにも誇り持ってたりするんだね、なんか。やれやれ。彼らの調子はこの調子。彼らはいつもこの調子なんですよ。あ、でもなんか、仲良さそうだよね。マリオさんもクッパ軍団と同じペラペラ同士、一緒に頑張りましょうね。あ、なんかいいね。クッパ軍団がこうやってさ、仲良くしてくれるのってすごい、いいライバル関係だよね。あ、なんか、すごいほっこりとした気分になったわ。なんか、クッパ軍団の裏側を知ることができたっていう、ちょっと、あー、進んじゃった。ちょっともう一杯飲みたかったわ。もう一杯飲んだらどうなるか、ちょっと、それだけ見ていこう。あ、いらっしゃい。ここでも定期的に来たくなるなぁ。ザ・コーヒー。同じなんだ。同じなんかい。曲が、あ、いいね。え、ちょっとこれまた来たいわ、ここ。あ、すげえいい。このさ、シャンデリアおしゃれ。カップコーヒー、コーヒーカップをさ、カップコーヒーじゃない、コーヒーカップをこう逆さにして、シャンデリアにしたこのデザイン。いいな。俺の先輩なんて羽が生えてるんだぜ。あ、先輩に誇りを、自分の種族に誇りを持ってる。僕の知り合いの知り合いなんてギターがとっても上手いんだよ。なんか、知り合いをこう、リスペクトしていくキャラ。じゃあ行こうか。じゃあ、こっちかな。まあ、こっちしかないよね。なんで戻ってくると。なるほど。じゃあこれでパーツはめてうまいこと組み立てよっか。よし。じゃあパネル使って、じゃあうまいこと。さっきさ、明らかに足りないのあったもんね。これで。あ、できたよ。よし、これでこう、こうか。よし。毎回その通りに動いてくれる。最後ちょっと迷ったのが出ちゃってるね。これで、え、何も起きない。え、なんかでも、目は光ったよ。もしかして全部の溝を繋げないとダメとか、あ、え、嘘。なるほど。なるほど。スキップしちゃダメなんだ。え、じゃあちょっとやり直すか。え、ってなると、だから、こう、繋がって、あとは右下か。だから、こう、あ、こうか。で、これで、はめるのか。よし。これで全部通るから、うまくいくはず。いや、最初の3点。めっちゃ迷ってよ。おいおい、最後もちょっと迷ってんじゃん。で、これでうまくはめて、おお、うわ、よくできてんな。水神神殿すごいわ。土神神殿こういうのなかったのにね。まあ、なんか、そういう神殿ごとにこう特色が出てるのもいいね。うわ、金だ、金だ金だやったやった。てか、こんなにさ、キノコいらないよね。今、キノコ何個あんだろうな。ちょっと後で見てみよっか。よし。で、今、キノコ何個 ?17 個って。すげえな。じゃ、こっちの土管入って、どこ繋がってんだろう。あ、うわ、すげえとこが出た。で、これで下がって、あ、下がるね。で、口が全開になるのかな。おー、で、繋がると。わあ、すげえ。わーい、水神様のお口が開きましたわ。まるで吠えてるみたいですか。おー、かわいい。あ、水神様のお口の中ってまるで階段みたいになってるんですね。あれならご飯がよく噛めますわね。発想がすごいな。歯だと思ってんのかな。で、こっち側さ、あ、別に、あ、これさ、なんかちょっと上の方ってどうやって行くんだろう。ちょっとごめん、ここだけやらせて。このさ、高いとこどうやってやんの。なるほど。これでこうやっていくのか。なるほど。うわぁこれで、あー。で、こっちも塞いで、よし、スカスカの 100%。で、まあ、これ続いてあっち側も取っていこう。
ここをこうやっていくんだね。なるほどね。あ、パワーブロックだ。地面を揺らして敵全体にダメージを与える。なるほど。パワーブロックもアイテムであるんだね。じゃあちょっとあっち側の中央行ってみよう。よし、じゃあここで一回セーブして、じゃあ進んでみようか。どうなってるんだろう。ちゃんと水神様いるのかな。うわ、いそう。わ、わ、水が綺麗。わ、え、警告な、なってない、なんか。わ、あ、う、うず、うずしよう、うずしよう。おお、すげえ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 。え、え、戻れなくなった。すげえ、力がすごすぎる。うわ、うわ、かっこいい。ああ、水神様、折り紙になっちゃってる。案の定折り紙にされてかっこいい凛々しい丘がツンツルテンですわ。ツンツルテンって、これはやっぱりやるしかないかも。うわ、まあ、やっぱ戦うんだな。うわ、強そう。土神様に続いて強そうだな。じゃあちょっと、もう、うわ、かっこいい、ドラゴンじゃん。え、超かっこよくない？水神様怒ってるって言われてるよ、キノピオに。ひゃー、周りに大きいお水の渦巻き。あれ、なんかやってくんのかな。さすが水神様、お水ととっても仲良し。水いらずですわ。水いらずの使い方うまいな。うわ、ちっちゃいなんか渦潮。あれ、どう仕掛けてくるんだろう。これ動かすとさ、もしかして、あ、一緒に動くわけじゃないんだね。まあ、どこが弱点かわかんないから、まずはこのヒントの紙を見たいのと、素直にスルッといっちゃっていいのかな。まあ、ちょっと スルッといっちゃうか。一回オンになってるはずだから、土神様の能力を使ってみよう。ちょっとで、一応行動アクションあんま意味ないけど、まあ、とりあえずこれも洗い流し。あ、消えてった。なるほど、その列が流されていくんだ。よかった、手紙流されなくて。じゃあ戦いのヒント、飛んでる水神は、ジャンプ攻撃で地面に落とし、すかさずハンマーで攻撃。なるほど。じゃあ、ジャンプから先なんだね。でも僕、魔法陣やっちゃった。まあいいか。どうなるんだろう。神の力。ちゃんと使えるのかな？お、オリビア。来た来た。土神。土神対水神、激アツじゃん。お、来た来た来た。よし。で、同じ目線に立って、食らわねえ。じゃあジャンプして地面につかせてからじゃないとダメなんだね。飛行噛みつき、どのタイミング、こうか、こうか、いつだよ。いや、一回か。じゃあ次ジャンプしよっか。えっ、あ、そっかそっか、渦しようね。あら、水神様、少し丸くなったよな。確かに、ちょっと丸くなった。水、お水ってカロリーゼロなのに太るって変ですわね。水をこう口の中に溜め込んだ感じがする。渦巻き召喚。え、じゃあ、まあ素直に攻撃したいのと、アクション1回増やして連続でハンマーしたいね。じゃあまずジャンプで落として、1回じゃあ普通ので、こ、あ、え、連続で選ぶんだ。じゃあ落としたと想定してキラハンマー使ってみようか。じゃあまずジャンプで、ほっほっ、よし、これで地面についてくれて、よしよし、くれたらハンマーでガツンと。あ、結構いいね、いいダメージ入るね。じゃあ基本的にこのルーティーンで攻撃していけばいいのかな。で、今地面につい、うわ、怖っ。さらに溜めてる渦巻きとか。うわ、これさ、すげえ強力な攻撃来るんじゃないの。で、今地面についてるように見えるけど、これはさっきもこの状態だったっけ。これで魔法陣行けるんだったら行きたいけどね。まあ、ちょっと喋ってる暇もないから。ただオンオフが一番内側だから、それは一回諦めて、じゃあまず攻撃をじゃあ一番内側にするのと、この辺揃えたいから、これで大丈夫なはず。で、洗い流し。じゃあ、まあさっきと同じように、マリオのブーツで踏んだ後に、キラハンマー。
よし。あ、飛ばないね。じゃあハンマーハンマーでよかったんだね。別に次のターンで飛ぶことはないと。で、これで、キラハンマーでガツンと。もうハンマー慣れたな。なんか、音でわかるようになってきた気がする。なんとなくだけど。とか言ってるとミスるんだろうな。え、攻撃してくる？あ、飛んだな。なるほど。2ターンで飛ぶんだ。よく見たら水神様お腹がパンパンです。うわぁ、強力な攻撃来そう。やばそう。え、来る？来ないか。次のターンか。うわ、やばそう。で、確実に今飛んでるもんね、水神様。じゃあ、まあ、真正面で行くか、じゃあ。真正面で行って、それに合わせて攻撃を配置。で、飛んでそうだからアクションで最初、ジャンプと。いや、絶対飛んでるよな、これ。じゃあ、ブーツ、キラハンマー。よし。うわ、着地してくれなかった。マジか。そういうジャンプなんだ、今これ。うわ、やばそう。やばそう、ビッグウェーブやばそう。うわ、45。え、やばいやばいやばい。あ、でも疲れてる。波がすごすぎ。次は何とかして避難しないとやばいかもです。あ、で、土神様の能力か。なるほど。あれちょっと上に上がってたもんね。さすがにあれだけお水を出してぐったりお疲れみたいですよ。今チャンスチャンスチャンスです。じゃ、ここで、魔法陣仕掛けよう。オンオフここか。じゃあ魔法陣できないな。じゃあハートで回復はしていきたい。じゃあまあ普通に攻撃するか。あ、でも50回復ありがてえ。じゃあ今チャンスだからキラハンマー。よし。あー、ミスったりしてる。ほら、調子乗ってるとミスる。で、回復はしないのか。よし。で、オンオフが、うわー、一番外側もダメだな。あ、待って、これさ、待って、肝心なこと忘れてたかも。確か、あ、やっぱスライドで、そうか。前コメントでもらってたわ。なんかこれスライド、ボス戦忘れちゃいますよね、みたいな。確かに忘れるわ、これ。そうか、これで、なるほど。よく考えよう。ずらして、集中しよう、集中しよう。で、最後にこれをどかすと、攻撃力2倍一応つけてみるか。気休め程度かもしんないけど。よし、じゃあ神の力。で、あ、飛んでるわ。何やってんの、僕。そうか、飛んでるの忘れてたね。よし、これ結構でかいダメージじゃない？よっ。よし、じゃあこのターンで、あの、土神様で避難しよう。HP やべえ。え、これミスったら終わるのでは？え、これやばいな。よし、これいいね。やりやすかった、だいぶ。よし、これで回避できんじゃない？で、HP も回復と。神の力。よし。頼むよ、土神。土神様。土神様ことオリビア。よしよし。これで食らわないでしょ。まあ、攻撃はできないけど、その代わり避けれるっていうね。避けれると信じたい。これで避けれなかったら、じゃあこれ何なんだってなるからね。どうなる？頑張れ！メガウェーブ！メガウェーブ！あ、さっきメガウェーブだったっけ？よしよし！でも避けれた！よっしゃ！さっきもメガウェーブだったっけ？よし、でもこれぐったりしてるから、あの、神の手の魔法陣で戦いたいな。あ、間違えた。ヒントじゃない。ヒントじゃない。お疲れだから、まあ、この状態だって、土神様で攻撃できるかやってみよっか。これで土神様で攻撃できるんじゃないかな。ぐったりしてるし。よし、いけ。もう一回頼んだ、オリビア。よし、これで当たれ。25かーなるほど、25か。よし、これで相手が復活するから、もうあとはもうシンプルに攻撃すれば勝てるはず。
じゃあもうとどめは綺麗に決めよう。で、ここでかける2置いても完璧でしょ、これは。よし。でもやっぱ最後まで油断せずに、あ、でもまあ普通にハンマーでいいかな。まあジャンプは必ず決めよう。はい。よし、倒して、ギリ倒せず。よし、倒した、倒した、倒した。よっしゃ、結構強かったな。やった。いや、オリビアありがとう。水怖かった。ってキノピオ言ってるわ。よしよしよし。これで、水神様の魔法陣が使えるようになるのかな。また、水神の書を落とすかな。あ、水神の魔法陣。おー、土神様の時と同様、書になった。これ、ボム兵びっくりするだろうな、戻った時。水神の書。で、今度はどんな、変身シーン見たいんだけど、早く。どれどれ、ふむふむ。はぁ、なるほど。あそこはこうやっておるのね。これさ、サイズも変わるじゃん。どういうことなんだろうね、オリビア。ああして、こうして。わかった？わかってそう。すごい。さ、試してみよう。神の力。あ、来るぞ、来るぞ。来たー来た。また開いて。で、もう色も変わってる。うわ。すーげえ。めっちゃ細かい。めっちゃ細かい。うわ、サイズ変わりすぎだろ。すげえ、かっこいい。もう本当に戦隊ものっぽいよね。あ、でも目がつくとなんか、あれ、さっきの水神様も目ついてたけど、なんかオリビアらしさはあるよね。凛々しいお顔だけどオリビアらしさもある。ちょっと。あ、お水、お水。水飲みたい人みたいになってる。お、お水充電 120%! あれじゃん、メガウェーブ使えんじゃん。うわ、すげえ。ハイドロポンプみたいになってる。うわ、すげえ。そんな吐けんの？おー。んで、水が戻ると、結構水吐けんだね。なんか、土神様の時みたいなダンスないんだね。ちょっと期待しちゃったわ。お腹いっぱい吐き出しちゃいました。なるほど。で、タプタプにできると。じゃあ、戻って、あそこのボートがあった場所、水吐き出してみようか。魔法陣あったもんね。ちょっと一回セーブしよう。お、おめへいさん、お待たせ。あ、そうか、ずっとここで待ってたんだった。水神様はとっても格好があったですわよ。すごい力ももらえたし、そうだね。これびっくりするよ、絶対。あ、ほんと？そんなにすごいの？たかが水回りでしょ。舐めてんな。いや、これ見て驚けって。そんなにすごいならぜひ俺も会ってみたかったっすね。いや、もうね、会わない、あ、そうそう。もうこれね、びっくりするよ、絶対、ボムヘイ。楽しみにしててください。もう何、これいつ何言ってんだろうだよね。何言ってんだろうって言う元気もなくなっちゃってるわ。ちょ、とりあえず魔法陣とこまで行こうか。なんか、あるな。お、まあ、キノピオか。はい、俺にこれ、お、やった！マックスアップハートプラス5。なんか思いがけないとこで見つけたな。80ってすげえや。またマリオさんの HP が増えたような気がします。さらにちょっと強くなったのか、まあ、これ、水神様の前に手に入れておきたかったね。まあいいや。見ておくれよ、ボム兵。神の力を。お、もう見とけって。もう目の前でこれ繰り広げられたらもうびっくりするよね。いや、なんかやっぱ、オリビアらしさはあるな、顔に。うわ、すごっ！ポカーンだよ、ポカーン。ボム兵。うわ、ゴミ、片付けてからじゃないとあれ取りづらくなっちゃうね。缶。空き缶あのままかよ。いいのかな？マリオなんかしてる風だけど何もしてないぞ。どう？お水いっぱい出しちゃいました。なんか、水出してる時はすげえリアルだったけど、急にこう、世界に馴染む水になったな。これならボートで紙テープを終えますわよ。そうだった、紙テープだった。疑ってすいません。疑ってたなぁ。本当にすごくて、すごい思い出ができたっす。なんか、語彙力が、すごくてすごいってなっちゃってる。じゃあ、行こう。多分こっち側も行けるんだよね、きっと。確かにこの辺探索はしてなかったような気もする。
ちょっとじゃあ宝箱開けて、あ、発明家キノピオ。あー、なんかちょっと腰曲がってない？へっぴり腰。あ、お宝発見率 100% マジか。やった、嬉しいね。あ、新しいハンマーだ。ポイ投げハンマー、ポイッと投げて遠くに攻撃するハンマー。へえ、なんかメリットあんのかな。あんまメリットなさそうな気がするけど。マリオさん助けていただき、ナイスかい。ナイスもみじ狩り。感謝をしろ、感謝を。じゃあこっちはどうやったらボートがその形に乗り上がるんだ。あ、でここに戻ってくんのか。はあ、はあはあはあ。じゃあなるほど、ちょっと戻るわ。じゃあちょっと船じゃない、ボート乗ろっか。あいつまだあそこにぶら下がってるよ。それ猿まだ無理なのかな。あ、無理くせ。ここにバナナとか置きて、無理かな。実は缶詰好きとか、あ、ツナ好きとかかな。じゃあボート借りていいのかな。勝手に乗るよ。ちょっとわーい、これで青テープ終えますわね。出発。え、勝手に乗ってるけども。あ、頑張れマリオ、頑張れマリオ、頑張れ。すげえ頑張ってんじゃん。進み遅っ。こぐの減った。ああ、兄貴、俺がこぎますよ。マリオヘタレみたいになっちゃってる。ん？あ、俺掴めないっす。そうじゃん、気づけなかったわ。ダメなの、せっかくボート乗れるようになったのに。本当だ、誰かボートを上手にこぐ名人さんとかいないのかしら。いや、まさか、あのお猿さんに聞いてみたらいいかも。その発想には至らんけど。え、会話できんの。ウキキ、すいません、ボートの名人知りませんか。この猿がさ、え、な、どうしたウキ。めっちゃ怒ってんじゃん。あ、オリビア、一体これが挨拶。嫌われてんじゃん、ちょっと。あ、逃げちゃう。わ、あ、どっか行っちゃう。普通にどっか行っちゃったわ。あ、もしかしてさ、缶詰パーティー行ってんじゃないの。あの缶が返事かもしれん。わかったわ。お前みたいな折り紙あっち行けとか、へへへ、へへへじゃねえんだ。じゃ、これさ、缶詰パーティーだ。蓋は固く閉ざされている。これで仲良くなってから、ちょっと話せるようになってから、恋でやるよみたいな感じかな。あれだな、なんか、新人を迎え入れる時の飲み会みたいなノリだな。じゃあ行こっか。まさか待ってた仲間が、え、じゃ、いねえし。あれ？いないな。え、缶切りを持ってるあいつが来ればパーティーの始まりだ。あそこにいる、アピールしてんじゃん、あの左上。絶対ズーム編集であそこズームしてるわ。ススキで迷ってるかも。ちょっと見てきてくれない？あいつ迷ってないよ。なんでそんなとこいるんだ。そこ好きなのかな。ああ、お猿さん、こんなところにいたの。実はここが家とか、そういうわけじゃないんだ。缶詰あげるっつってもさ、だって落としたのこの猿でしょ。あ、喜んだわ。え、あ、これさ、開けれないんじゃん。食べたくてもお箸がないから食べれないのかしら。開いてないでしょ。え、じゃ、どうすんだ。試しにマンホールフックあげてみよう。もう恒例だよね。もうマンホールフックあげよう。それはあげられないですわ。じゃあどうしよう。っていうかさっきさ、ススキで迷ってるのかもって言ってたってことは、ススキで迷ってるんじゃない？もう、すげえ当たり前のこと言ってる。でも今、兵法一発で倒せたから、ちょっとこれで漁ってみようか。やべ、下手だ。どこだろうね。あ、いそう。すげえあっさり見つかりそう。どんな姿なのかすげえ気になる。あ、ガボン。寝てた。あー、そうだ、パーティー。私をパーティーに連れてって。ヒロインみたいなことを言うな。着いた。そら連れてきたからね。お待たせ、これ例のあれ。あれじゃない、缶切り。おう、待ってたぜアミーゴ、缶詰パーティーにウェルカム。なんか色は違うけど、おでん缶なんて最高のチョイスだ。いい缶詰パーティーになるな。
おでん缶ってそういえばあったよね。なんか昔おでん缶の自販機とかあった気がするわ。あとは缶切りを持ってるわけ。こいつが缶切り持ってるわけじゃないんかい。じゃあ、すすき行くわ。もう一回。すすきだよね、きっと。おでん、最高。わかる。わかる。僕ね、おでんで言うとね、大根好きなんだよね。大根にからしつけて食べるのがね、すこぶるうまいんだよな。どうせまた寝てるんだろう？どっかで。あ、絶対あれだ。こいつだろ。ええー、違った。ウェーブバット誰誰だ。うわ盛りだくさん、サザエさんみたいになってんじゃん。え、じゃあまあ、なんかでも、見栄え、あんま変わんない、あ、なんか持ってるわ。でもなんか、メンツあんま変わんないからさ、水神様だけ見よっか。水神様だけ見よう。よし、全員一発。で、これで、次のターン、ラストウェーブで、いやもう、見てなって、ボムヘ、寝てる場合じゃないって、変身しちゃうよ。魔法陣発動。いくつ食らうんだろうね。また50かな。うわすげえ、マリオ乗ってる意味あんまねー。まあ、かっこいいからいいとしよう。うわすげえ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 、うおー50、気持ちいいねこれ。もうずっと水神様になっててほしいんだけど。ダメかな。え、てかどこにいるんだ。あ、人いる人いる。おい、あ、誰だ。ドクロの人。ドクロ、これ名前知らんな。変な奴らに囲まれて足がすくんで動けなかった。あ、助かった。パーティー連れてってくれ。こいつさ、缶切り持ってなかったらもう悲しいよ、僕は。こいつ過去作でなんか出てたっぽいんだけど、ちょっと僕あんまり詳しくないんだよな。なんだっけ、ニュースーパーマリオブラザーズ。いや、違うのかな。ちょっと、まあ、あんま、あ、でも席3つだから、絶対こいつだよ。オーライ、みんな揃ったな。それじゃあ早速缶詰パーティー始めようぜ。ライドオン。ライドオン。ヘイ、ヘイ、ヘイ。いっちゃおうぜ、缶オープン。頼むぜ、缶切り。え？おい！缶切り持ってこい！それ一番大事でしょ。ヘイ？缶切りがないとパーティーできないぜ。おお、どうする？缶切り。そんなの必要ないね。何？なにねねね、すげえ、セイザスがその電波があればいくらでも缶詰が開けられるな。じゃあ缶切り鼻からいらないじゃんね、最初から。最高だぜ、缶詰パーティーでライドオン。え、食べないの君ら。ライドオンしてるとこ悪いけど。あ、ちょ、これも開けてよ、ツナの缶詰。お、開けてくれた。やった、空いたツナの缶詰。やった、食べよう。ダメか。持ってこう。俺缶もっと開けたい。え、じゃあまた見つけたら持ってくるわ。じゃ、ちょっとこいつらも。キノピオも猿もみんな缶詰大好き。キノピオも猿もみんな缶詰大好き。ヒントだね。アミーゴもどこかで誰かと缶詰パーティーかい？最高だぜ。ノリがちょっとディズニーっぽいな。最高だぜ、うおーみたいな。ちょっとぽいな。うん、じゃあ缶詰あげてみよう。どう？お、わあ、めっちゃむしゃむしゃ食べるじゃん。なんか手でペシペシしてるように見えるけど。お猿さんまっしぐらですわ。近くにいても逃げないし、名人さんのことを聞くなら今がチャンスですわ。え、これさ、きっと叩くんだよね。食べてるところ悪いけど。キノピオなんでしょう、きっと。あ、ウキキキキキ、あー、やっぱりツナはうまい、うまいな。ツナはうまいな。あ、食べ終わった。あれ、マリオさん、失礼しました。いや、失礼はしてないよ。おられて、我を忘れていましたが、私、猿じゃありません。知ってるよ。なんか、そうかなと思ったよ。私は、川下りの名人、川下り屋のキノピオだよ。助けてくれてありがとな。いや、なんか、でも、いい帽子だね。川下りの名人さん、私、名人さんのことを聞きたかっただけなのに本人が見つかっちゃった。川下りしたいのか、助けてくれた俺にいくらでも乗せてやるでよ。あ、なんか、こう、江戸っ子っぽいね。なんか、喋り方。違うかな？それじゃあね。ちょっと江戸っ子のちゃんとした喋り方あんま知らんけど。これでボートに乗れますわ。やった。じゃあ戻ろう。よし、乗せてくれ。マリオがあんなに漕ぐの苦労してたってことは、結構難しいんだろうな、漕ぐの。さあ、乗った。お、嬉しそう。わーい、川下りです。浮いてるけど、それ漕いだらどうなんの、オリビアは。